でずっとあのカメラマガジンの関東が、うん、こちらのレンズで撮られた、うん、まあ、ヨーロッパ、うん、イタリアが多かったよね、うん、ずっとそれ見てたからね、うん、だから加納さんっていうとやっぱりそのレンジファインダーのイメージが強いんだけど、仕事以外で使うのはレンジファインダーのカメラが多いの？これか、うん、まあデジタルで撮る、うん、どっちかっていう感じ。仕事をフィルムでしてた時はメインは何？一番多かったのはね、シノゴ、やっぱり。あ、やっぱシノゴか、うん、ポスターでシノゴ、うん、シノゴはすごい撮ってた。メーカーは？トヨビューで撮ってたね、うんうん、トヨビューでニコンのレンズで、うん、すごいオーソドックスだね、うん、当然仕事してる時のカメラはお金を稼いでくれる道具になるから、うん、そうそうそう、まあオーソドックスの方がいいわね、うん、確かに本当にもうなんかちゃんと写ってくれればいいっていう、うん、まあよく写りもちゃんと写るって感じだね、うん、そうそうそう、なるほどね。でもやっぱり自分でやる場合はこっちなんだ、うん、M6 が多い？こっちでオートが近頃、これはピント見やすいよね、うん、なんだっけ名前が、ツアイスイコン、あ、ツアイスイコンだ、うん、これはファインダーのピントがこう、うん、すごいクリアに見えるんで、うん、これ使いやすいなと思ってたね。でレンズは何が一番使うのが多い？まあ35ですよね、うんうん、35-50 かな一番使うのは。長いのって使うの？時々うん、持ってくんだ。ホテルに置いてあるから。重いもんね、うん、持ち運ぶには、うん、これ何ミリ？これそれ75の前のやつ。あ、今新しいのこの前出たけど、はい、まあ75だといいなと思うけど、うん、75ミリが一番ちょうどいい、うん、好きな自分ポートレート撮るとき一番好きな、うん、焦点距離がこの辺なんで、85だとねちょっと長いかな、うん。で旅行行くときって何本くらいレンズ持ってるの？3本やっぱり、うん、ボディは2つか3つ。あ、3つ持ってくこともあるんだ、うん。でまあこの2つと、うん、もうフィルムだけだとフィルムカメラ3つ、うん、でもまあこの2つとあとはデジカメとかさ。デジカメ何持ってくの？まあライカとか。うん、あ、そうか、レンズ使えるしね、うん、でもライカ3つは結構意外と重いよね。そうそうそう、だから歩くときに3台は持ち出せないだね、うん、1台はホテルに置いて予備って感じだね、うん、でデジタルカメラとフィルムカメラ、うん、なんか使い分けてあるの？一緒に持ち出しても、うん、しばらくはこっち、うん、じゃあやめてしばらくはこっち、うん、ああそうなるよね、うん、同時にはあんまり、うん、こっちでデジタル撮ってこっち見たら大丈夫だっつって撮ったりはしないもんね。それはしないよね、うんうん、今一番思ってるのは、うん、デジタルが出てきてこれだけこう解像度が上がってくると、うん、やっぱりフィルムで使うレンズもくっきりパッキリした方にシフトしてるのかなとは思う、うん、もしくはもう全然違う、それこそズマールとか、うん、エルマーの古いのとか、まあ、戦前タイプとかいうやつですね。そういうレンズを使うか、うん、最新のレンズを使うか、うん、だからまあなんかファンの人が多いから、うん、あ、こういうこと言うとあれかもしれないけど、うん、なんか普通のズミクロン、うん、昔すごく評価されたみたいなのは、うん、今の僕にとっては割とこうちょっと中途半端、うん、あ、はいはい、もうちょっと今っぽくよく映るか、うん、もうちょっとその前の映らないレンズか、うん、どっちかじゃないとあんまり面白くないっていう、そういうのは。なるほど、うん、実はね、自分もズミクロンを最初に買って使って、うんうん、何がいいのかさっぱりわからなかった、うん、つまり当時使ってる一眼レフの映り方と全然変わんないから、うん、なんだこれはみんな大騒ぎするんだろうって思ってて、うんうんうん、まあ、考えてみればそれが、うん、1950何年にできてるっていうことしたら驚きなんだけど、もう80年代とかね90年代に使った時にはそんな驚くこともないじゃんって思った。そうそうそう、僕もそう思った、うん、で逆にズマロンっていう安いの見つけて、
で何気なく使ったらすごいよく映、うん、まあ、よく映るっていうか、それまでの映り方と違う映りが出てきて、うんうんうん、あ、これがみんなライカライカって大騒ぎするのはこういうことって思ったのは、うんうん、ズマロンだったんで、誰もだから1935年ぐらいの設計なのよ、うん、ズマロンの 35mm ってやっぱり戦争前の設計だから、うん、やっぱり映り方としては特殊だよね、うん、あれはね、うん、フィルムは何使ってるの？最初ずっと T-MAX で、うん、あ、まあその前はずっとトライ X で、ね、T-MAX 出てきてずっと T-MAX で、近頃またトライかな。だいたいその道は、うん、取る人多くて、うん、1984年ぐらいだよね確か、うん、T-MAX が出てきて、うん、85年ぐらいからはみんな T-MAX 買うような人が多くなってきて、うん、で2000年過ぎるともう一遍トライ X がいいねっていう人が増えてきたね、うん、トライも昔とはねちょっと違うけど全然違うフィルムだね、うんうん、これはあのこの間稲垣さんとも話をしたけど、うん、やっぱコントラストは低くなってる、うん、そうそうそう、昔に比べて、うん、どうやってコントラストを下げたらいいかっていうことを考えてた時代とは全然違うよね、うん、そう昔はさ柔らかく焼くために必死だったのよ、うん、今はあの硬くするのに努力するしなきゃいけないっていうか、うん、あの普通に昔の感覚で焼くとすごい眠いプリントになっちゃう、うんね、うん、ドライの使い方がちょっと変わってきたよね、うん、インガッシュは？インガッシュは今はまあイルフォード。イルフォード。うん。まあ、手に入りやすいしね。そう。まあでもイルフォードをストックしとくと、うん、結構安心できて、うん、それがあれば他のを買ってきて、うん、他ので遊べるっていう感じかな。この間なんかマット系のインガッシュ使ってたもんね。うん、ああいうのが、うん、あの。展示の枚数とか少ないとああいうことができるから、うん、それで楽しませてもらってるっていうか、だから加納さんの写真って暗いじゃない、うん、なんか日没ギリギリだったりっていう、うん、そのフィルムが記録できるか記録できないか、うん、まあ、ギリギリぐらい、うん、多分ネガは薄いんでしょうけど、うん、それをこう丹念にプリントしていくタイプだよね。そう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 、だ情報量の持たせ方が変わってるというか、まあ、可能流なんだろうけど、やっぱりデジタル出てきて、うん、どんな場面でも映るようになってきたから、うん、やっぱこうフィルム使うんだったらこう映らない状況で、うん、フィルムだとあんま映らない状況を絵にしたいっていう、だフィルムって銀だから、うん、銀が化学変化を起こす、うん、ギリ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 とこうね、うんうん、多分そのギリギリっていうことに関して一番すごいなって思うのは上田義彦。上田さんはね、ほんとギリのとこ攻めてきてたんで、もうこれ以上あと数センチこっち側に物が寄ったら映らないようなところのギリギリを取るとか、ライティングももうギリッギリのライティングをするっていうことを試してたような人だね。なんかね、コマーシャル、うん、広告撮ってた頃、うん、よくその同じ企画じゃないけど、はいはい、あの同じクライアントの近い写真を上田さんが撮ってたりして、うん、でまあなんか自分もちょっとどうやったらああいうふうに映るのかなと思って研究しようと思って、うん、あの 8×10 の写りとかやっても、うん、ああならないのよ、まあ、でさ同じことやったうんね、いやほいでさ、なんであんな柔らかく映るのかなと思ったらさ、加納さんなんか僕一回上田さんのレンズ覗いたことあるんですけど、どうだったって言ったら、あれはね普通のあの抜けてないっていうのよ。ああ、なんか曇ってるってこと？そう、なんかねって聞いたのよ、うん、まあそれ本当かどうか分かんない、うん、分かんないけど、あそうなんだ。だから加納さんもそういう普通に抜けたレンズだとああ映んないですよって言われてそういうとこから違うのかとかね。だから上田さんって自分たちよりも5つくらい上なのかな、うん、でも明らかにちょっとね、で他のカメラマンともず抜けた感じがしてて、うん、で
彼が使ってる機材を自分も全部買ったことがあって、あマミヤの RB 使ってて、うん、セコールの古いレンズ使ってるって言ったら全部買って、うん、コマーシャルエクター使ってるって言ったらコマーシャルエクター買ってみて、コマーシャルエクター買ったよ、うん、でやってみても乗らないって思って、うん、だもうすごいスタジオマンとか聞いたことない、もう聞いたよ僕も。で上田さんのスタジオ入ったことある、あ、ありますって、どうしてんのっていう、うん、スタジオマン出されちゃった。あ、そうなんだ。で自分のスタッフだけでやってて、うん、いや、いらないからって言われて出されましたっていうのもいたし、覗いたやつは車幕を何枚も重ねて、うん、車幕って薄いね、うん、そのトレペの布みたいなやつ、トレペの布みたいなやつなんだけど、それを何枚も重ねてそこに遮蔽板を何枚も入れてたっていう証言もあった、うん、あ、都市伝説、ね、都市伝説に近い、うん、そう。だから彼がね1990年ぐらいに一番最初に個展をやったのって自分のスタジオなの。うーん、あの大規模な個展としては自分のスタジオでやってて、うん、でマミアナ、六本木のマミアナのスタジオだったんだけど、うん、スタジオってかオフィスだけどスタジオもあるような、うん、なんか2階建てのすごい広いスペースだったんだけど、うん、それ見たらものすごい狭いスタジオスペースで、うん、サイドライトが入らない、うんうん、だから必然的にカメラマンの後ろにバックライトを仕込むしかないっていう、うん、そこは分かったんだけど、うん、昔よくやったね、こう後ろにこうね、そうそうそう、車幕貼って貼ってね、上も貼ってさ、もう全部貼ったことあるよ、上も横もやりましたよ、ね、うん、よくやったよね。でフードとか外してさ、うん、全部光拾うようにしてさ、でもなんか違うと違うな、ちょっと一つのカメラマンの中の伝説的な存在なんだよね、そうそうそう、上田さん、うん、なんか特別な存在って感じで、うん、上田さんと何回かこう交わせることがあったんだけど、うん、一回もだからね話しかけてない、うん、伝説のままにこうちょっとしておこうってとこがあって、うん、紹介しましょうかって言われても、いや、いいですとかって言って、だから一回も話したことがないんだけど、うん、確実にその写真の中での上田義彦っていうのがちょっとあったりする ね、特に広告やってる人はみんな藤井保元と上田義彦っていうのが一つのなんかこうシンボルみたいなとこがあったから、うんうん、あの頃なんていうか EPP だって、なんかちょっと柔らかめ EPN N だって、柔らかめのねフィルム使ってるって言ったらさ、じゃあ俺も使ってみようとかさ、でもすごい色悪いんだよね、そう出ないんだよ、ね、出ないなかなか、でなんであんな発色になるのか分かんないっていう、うん、で8バイテンだからだって言って8バイテンやってみたりするんだけど、コマーシャルエクターでね、そういう問題ではない、そうね、だそういう意味で言うと本当に映るか映らないかの限界ギリギリを知ってるんだなっていう気はする、うんうん、だフィルムって実はそこが一番美しいってことも知ってるんだよね、うんうん、